こんにちは、キッコーチャンネルの久保です。今日はソラノマバーベキューということでですね、アブリア2をゲットいたしました。こちらを使ってバーベキューをやっていきたいと思います。はい、では早速ですが、ですね、これにアルミホイルでこう汚れをつきにくくする技があるらしいんですよ。アルミホイルです。ちょっとやってみたいと思います。なんかいろんな人が、キャンパーさんがね、こうやると汚れがつきにくい。こんな感じで、こっちまで覆っちゃうらしいです。で、ここに、こういう感じで、切り込みを。入れて。こんな感じで、切り込みを。入れて、これもそのままここにこう折り込んでいくということらしいんですね。こんな感じです。で、この網を乗せると。なんかもうだいぶ汚れがこれで。ないよということなんですけど、これでいいのかな。ちょっとこれで焼いていきたいと思います。ガスあんまないんですけどね。もう一本あります。よいしょ。これでいけんか。つきました。火がついてます。はい、いい感じで火がついてますね。食材です。じゃん。ということで、魚介がですね、牡蠣ですね、岩牡蠣と赤エビとハマグリ。肉がこんな感じです。タンとソーセージ、鶏肉に牛カルビですね。と野菜がピーマン、玉ねぎ、ナスとついちゃってるというところで用意してみました。ちょっと時間かかりそうなんで、牡蠣からいこうかな。はい、牡蠣焼けました。うまそう。ちょっとね、これから日本酒とお醤油を足して食べたいと思います。いい感じだな、これ。こっち、おお、いい感じ。いい焼け具合。でも、うまそう。いただきます。うん、これサクサクだ。うまっ。うまっ。うまくね、これ。うまいよね。うん、幸せだ。ああ、
ハイボールと合う。うまい。うまいです。うまい。もうどんどん焼いていきましょう。ああ、うまい、これ。うまっ。これだけで、ね、うまい。全部いっちゃおう。よいしょ。結構ね、このタン高かったんですよ。高かったけどうまいな。これも焼けましたね。これもうまそうだな。ではゆっくり食べます。食べさせてもらって大丈夫です。食べていこうと思います。あ、はい、片付けが終わりました。今トレーは外して洗ってます。これね、片付けがすげえ楽ですね。まあアルミホイルやったからかなかもしれないんですけど、ほとんど洗うとこなくて、まああと網は洗わなきゃなんないんですけど、この辺もちょっとこのウェットティッシュでこう軽く拭いただけで綺麗になっちゃいました。ちなみに僕このこういうシール嫌いなんで、なんかベタベタ貼ってあったんで剥がしちゃいました。これもちょっと嫌なんですけど、これ型番っぽいんで、これはさすがに剥がせないかなというところで、いや、これも片付けも楽だし、本当おすすめですね、岩谷さん。まあ、前炙り屋1かなっていうのが出てたんですけど、まあ、ずっとね、あのキャンパーさんには人気の商品で、もうずっと売れてるらしいんですよね。もうロングセラー商品らしいです。で、今回2になって何が変わったかっていうと、まず色ですね、色。ブラックになりました。あとはですね、この焼き網。これがスチールにメッキだったんですけど、これステンレスになってます。大きくはね、それだけらしいんですよね。大きくというか、それが変わっただけらしいです。なので炙り屋でも全然いいのかなと思うんですけど、でも黒かっこいいですよね。こうキャンプとか持っていくにもこう黒だとね、いろいろ映えるんでいいかなと思います。この辺ね、ステッカーチューンする用のステッカーとかも売ってるみたいで、あの木目にしたりとかいろいろできるみたいですね。まあでも良かったんで、これからもね、もうちょいちょい使っていきたいと思います。キャンプとかに持っていこうかなと思ってます。今日はそんな感じで美味しくいただきました。久保でした。ありがとうございます。